ろしくお願いします。どうも、レゴラジです。本日はこちら、昨日ツイッターでもご紹介いたしましたが、いつも通りブックオフでゲットしました。年末に買い取ったレゴがかなり出てきましたね。本当は違い、売り場に出てくるまでに時間がかかりそうなので、ホビー専門の店員がいない店舗は大変でしょうね。昨日は時間が取れたので数店舗回ってみました。ちょっとここで疑問。レゴラジ動画をいつもご覧の方はお気づきでしょう。そうです、シールに色がバラバラなんです。今は1月なので黒の値札のはずなんですよね。この価格で見逃すはずがないのですが、どういうことなんでしょう。赤は12月も含まれるのでまあいいんですが、青は、ちなみにこの青シールはよく行くので見逃すはずがない。そしてこれが売れ残るわけがない。もしかしてシールの色のルールが変わったのかな。もしくは売り場に出し忘れていた。まあどうでもいいんですけどね。ということで30体で11,800円でした。スターウォーズのミニフィグは大量にありました。でも顔が違うものが多かったのでやめときました。こんな感じです。それでハゴゆっくりどうぞ。さあ、もう一度見てみましょう。これは、最初のジャックとアンジョーのジャックですね。平均すると1体350円弱なので、かなり安い。これもアンジョーのやつと、初期のセットのやつでした。髪の毛が欠品してますねー。あざーす。黒ひげ船長ゲットです。なるほど、これで理解しました。さっきのジャックとゾンビとこれってバトルパックだ。そしてアンジェリカをゲット。ここまでがパイレーツオブカリビアンのまとめ売りでした。この袋だけで言うと1体260円でした。次はスターウォーズ AT-AT ドライバーですね。スノートルーパーは売ってなかったのでマイクロファイターかな。セブルバ、この子は何個も持ってるのに買ってしまった。そして RA7、 これは持ってないので嬉しい。ジェダイのやつは売ってませんでした。あ、これもパイレーツオブカリビアンのやつでしたね。これもだ。なんでフードかぶってるんだ。ダースベイダー、これは75291のセットのやつでした。トイアンガード付き。パルパティーンが入ってなかったのが残念です。オビワン、これかっこいいやつ。
髪の毛が違うだけで、別人、わらわら。あれ？これも、顔が違う、わらわら。これはおまけかな？全然関係ないものが入ってました。スターウォーズは以上です。なんか微妙でしたね。まあ、安いので。気を取り直していきましょう。こちらは20年以上前のものですね。レゴ忍者シリーズですね。何気に中古ではよく見るんですが、買ってみました。フレイ忍者がレアものなのかは知りません。これまた古いやつですね。今は先住人で訳すのかな？23年前に発売された6748のミニフィグです。そしてこちらは、マイクラのスキンパックですね。レゴラジの大好物、トントはついてませんでした。このセット、今では高値で取引されているようですね。いいセット持ってるけどね。ということで、今回は1万円も使ってしまいました。内容的には、かなりお得にゲットできたと思います。ただ、買わなくてもいいものまで買ってしまいましたわら。中古品に抵抗がなければお安く買えますよ。というお話でした。ご視聴ありがとうございました。